はい、こんにちは、ピカですけどね。グランツーリスモスポーツ PS5 でですね、やっていますね。はい、今日はね、これで何をするかっていうと、グランツーリスモスポーツとアセットコルサコンペティオンですね、アセットコルサ2とも呼ばれている、まあ、アセットコルサの最新のシミュレーター、まあ、両方ともね、PS4 で動くんですけど、今日はね、PS5 で両方動かして、まあ、どっちのどういうところがすごいのかっていうところをね、見ていこうと思います。やっぱりね、アセットコルサコンペティオネ、これね、アセットコルサっていうソフト、シミュレーターソフトなんだけど、これを作ってる会社で、この会社ね、本格的なシミュレーターもなんかね、スペシャルで作ってるみたいなんだよね。俺も知らなかったんだけど、はい、それでそこのそういうね、本格的シミュレーターを作ってるところが作った、まあ、家庭用のね、アセットコルサコンペティオネと、まあ、言わずもがな、ね、まあ、ドライビングシミュレーター、レースゲームのもう老舗中の老舗、グランツーリスモの、まあ、今のところ、ね、最新版、グランツーリスモスポーツ、これを、ね、比べていこうと思います。はい、じゃあやっていきます。はい、まずは、ね、グランツーリスモスポーツやっていきたいと思います。車は458の BOP を設定したマシンですね。これで、あー、レーシングソフトじゃない方がいいか、レーシングハード入ってみよう。レーシングハードにして、場所はね、マウントパノラマですね。来月ね、アイレーシングで12時間耐久っていうのがあって、ガチでね、12時間走るんですよ。それの練習を兼ねてね、このマウントパノラマを GT3 マシンでやっていきたいと思います。基本的にアセットコルサコンペティオネ、比較対象となるアセットコルサコンペティオネは、まあ、GT マシンしかないからね、今のところね。慣れないハンコンのフォースフィードバック、本当はバネみたいなんだよね、まあ、ちょっと本当にこれはまあ TGT でやるのがいいと思うよ、やっぱりね、これね、間違いなく。あー、ブレーキや、だな、ちょっと、まあマジでこうグランツーリスモは雰囲気いいよね、本当、とても雰囲気いい。まあ、実車と比べてどうなのかっていうと、まあ、ちょっとこのハンコンだと何とも言えないわな、本当。だから TGT でやってどうかっていうとこだな。ちょっと用が残っちゃう。あとね、やっぱちょっと画面がね、遅いんだよね、ちょっとね、なんとなくそれ感じちゃう。画面の反応がちょっと遅いかなっていう。もうドライバーモードだとね、音はね、ちゃんと遅れてないんだけど、なんか画面が遅れてるような気がするんだよな。ほんのちょっと気のせいかもしれない。タイヤのな、もうタイヤのなんとも言えない、タイヤのね、すごいいろいろバージョンアップしてきて、好きなタイヤもあったんだけどね、あ、これすげえいいじゃんっていう、本物に近いじゃんっていうね、タイヤもあったんだけど、よいしょ、いや、まあ全然いける10秒ぐらいいけるんじゃないかと。どうなんだろう、あんまこれ本当やったことないからな。ちょっとプッシュアンダーな、車のセットが
すぎた。ここをクリップついて、ここを全開、アウトギリでアクセルちょい戻してボールギリ。ここもギリでこう、ここは左から、あんまり突っ込まない、裏裏に入って、いやちょっと前回遅かったかな、4入れられないな、ちょっと早めのターン、早めに、ここからアウト側に振らんで旋回、まあ本当マウントパノラマもね、昔からいろんなゲームで再現された実在するねサーキットですよね。難しいな、まあ、これはこういうもんだって思えばこういうもんなんだよな。いいよ、15秒台でしか出ない、遅えな俺、めちゃめちゃ遅いんじゃないこれ、慣れないとダメだ。はい、ということでグランツーリスモの方やってきましたね。じゃあこれにね比べてどうなのかっていうのをね、カセットコルサコンペティオネやっていきたいと思います。さあやっていくぜ。あーこれ全然違うわ、あー全然走ってる、路面を走ってるね、なんかね向こうはね結構なんかぴったりくっついてる感じがするんだよね、路面に。こっちはなんかすごい跳ねてる感じが、 あとタイヤもゴムを感じるね、うん。別にアセットコルサから何ももらってないよ。いや全然実車に近いのどっちって言ったら、まあ俺も GT3 マシンねちょっと乗ったことあるけど、まあ、全然こっちの方が近いね、もう全然って言っていいレベルだな。まあ、GT スポーツもね良さがあって、やっぱ VR は素晴らしいし、あもうこういうところのちゃんとこうなんていうかな、ふわって浮いた時の感じとか、あちょっと行き過ぎた、ふわって浮いた時にこうタイヤがね離れてる感じ、うーんそれがすごいね感じられるし、その時のゴムの質感までもうハンコンから伝わってくる。まあ、ちょっとねグランツーリスモがスラストマスターでやってないっていうところがね、あめっちゃリアルじゃねえ、めっちゃリアルやんけ。いやめちゃめちゃリアルだな今の感じ。まああと音もすごいね、うん、で画面のクレもこっちも少ないような気がする。間違えた、コース。いやまあコースもなんとなくこっちの方がリアルな感じするんだな。まあ新しいからしょうがないよね、やっぱグランツーリスモ古いからね、それと比べちゃダメだよね、さすがにかわいそう。
くなった。今看板が、俺今さっき看板飛ばして看板がなくてなかったわブレーキングの看板がなくてブレーキングできなかった。いや全然違えわ。はい、ということでね、比べてきたけど、まずはね、タイヤの接地感の感じがやっぱりより実車に近い。あとこうタイヤの倒れ方ね、今どういう風にタイヤが接地面がどうなってて、そのゴムの具合がどのぐらいよれてんのかってわかるもんな、これ。これは本当にハンコンがね、ちょっとスラストマスターでやってないっていう。一応ね、互換モードにして対応してないわけじゃないんだけど、やっぱり気合の入れ方が違うって感じだな。スラストマスターでね、GT スポーツやるとまた別の全く違う印象なんだよな。まあ、ぜひともね、グランツーリスモ7はいろんな犯行にちゃんとね、ちゃんと作り込んでほしいよね。まあ新しいからね、これしかも夜にもなるし、全然違うから、雨も降るし、そして水たまりもできるっていうね、やっぱ一歩二歩も進んでるね。はい、ということでね、今日ちょっとタイムアタックじゃなくて、ちょっとこうフィーリングをね、確かめる感じでやってみました。グランツーリスモとアセットコルサコンペティオネ、まあどっちがすごいって言ったらもうアセットコルサコンペティオネだよね。まずはね、夜がある、そして雨があって、さらに水たまりまで再現されてるっていうね、その辺がやっぱすごいね。そしてこのね、やっぱ末切りのタイヤのほんとゴムの質感を感じるまでのシミュレーション感はすごいし、あとグラフィックとか音もね、 GT3 のマシンをよく再現してる。やっぱ最新ってすごいなって思うね。フレームレートが出ないとか、まあね、いろんな問題があったんだけど、今ねアップデートでだいぶ解決されていて、もう全然普通にね、こうやってできるっていうことになってますんで、これはマジでおすすめですね。これとグランツーリスモ7がどこまで行くのかっていうところですね。で、まあグランツーリスモスポーツのことについて、まあ言っておくと、グランツーリスモ独特の雰囲気っていうのがあって、なんか独特の世界を醸し出してるわけだから、それとやっぱ実写とはちょっと違うかなっていう感じはするけど、それがじゃあ似てないのかっていうと、雰囲気ゲーとてもやっぱり質感が高いから、1台乗ってこう1台比べるとちょっと違うなって感じになるんだけど、こうなんていうのかな、グランツーリスモの例えばホンダ車乗ってフェラーリ乗るとフェラーリの感じが出てるし、ホンダ車にはホンダ車の感じが出てて、まああと VTEC の雰囲気とか、あと軽量な感じとか、なんだろう、 FF のマシンだったら FF っぽく動くし、ちゃんと本当にね、1台1台のこうクオリティがすごい高くて、かつね、その雰囲気をすごくこう乗ってる気分にさせてくれるっていうぐらい、本当にね、そういう意味でリアルなんだよね。だからなんだろうな、リアルの質感の違いっていうのかな、本当にこう難しいとこなんだけどね、難しいこう言い方になっちゃうんだけど、一概にこっちがまあ現実レースするにはこっちの方がね、限界域すごい近い感じするなと思うんだけど、やっぱこう流してる時とかだと、やっぱりグランツーリスもすごいいいんだよね。もうマジでこう VR だと乗ってるし、内装綺麗だし、その車が持つ特徴を見事にモノマネしてて、一台一台作り込みがすごいから、ね、だからこうなんていうのが難しいとこだよね。じゃあ、まあ、だから限界域でのまあ、挙動っていうのはやっぱアセットコルサコンペティオネだけど、まあ、そうじゃないところの雰囲気っていうのはもうグランツーリスモスポーツ、もうこれもうダントツって感じだよね。あとね、グランツーリスモはやっぱパッドをでもできなきゃいけないっていう足かせがやっぱあるよね。これもまあ一応パッドでもできるんだけどね、パッドでやった動画もあるけどね、
やっぱあんま考えてないよね。むしろグランツーリスモはパッドでやった時にその実車に乗った時の感じが味わえるっていう、そこの凄さっていうのもあるんだよね。まあ両者ほんと素晴らしいと思うけどね。まあだからこうやって比べられるだけのシムがねこう存在するっていう、もちろん両方やるよね俺たちはね。両方やった方がいいと思う。もっとねいっぱいシムが出てなんかいっぱい比べられるようになったらいいなってまあ思いますよね。とにかくはい、ということでねやってきましたけど、いかがでしょうかね。またねこれやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。